あとあれだよね30分以上経ったからもうあの町田の話するとあの中山取ったじゃんなんか本当にさいやマジで今度あのレオザ学園にも上田さんあの COO の方ですね町田の出ていただけるんですけど補強担当の人がマジですごいねだって平川いなくなって相馬で両足蹴れるウイングでさあ突破力あってファーにあのクロス蹴れてしかもロングスローもあるみたいな人取ったじゃんで今度さ中山 でこの中山の獲得って、基本、僕、センターバックだと思ってるんですよ、サイドバックもあるかもしれないけど、基本、センターバック。なんでかっていうと、ランス戦とか、あの途中交代で、やっぱりサイドバックやってた人をセンターバック使ってたりとかして、やっぱ、チャン・ミンギュが鎖骨の骨折で離脱長いから、ってなると、今度、ドレシェビッチも出れないし、庄司、ドレシェだけで行くの厳しいっていう、で、この間、イベント呼んでいただいたもあも、あのセンターバックどうするんですかね、みたいな話を、中の人としてて。 いいいや考えてるんじゃないですかみたいなしたらそのここで中山だったからで中山さあ,あ何が言ってまず普通にあのサイドバックでキックの精度いいでしょセンターバックでもその配球力活かせるで,しょで日本人の中でプレス体制高いしでアジリティのところはちょっと低めなんだけど J リーグだと相当釣り出されたりドリブラーと1対1にならない限り問題出ないと思うでセンターバックが庄司ドレシェビッチとか使える場合中山ボランチいけんのよ で町田ってボランチが僕ちょっと弱いと思っててこれが技術的にはめっちゃ高いんですよ先頭も芝とも下田もで白崎って選手が最近入って配球できて背、えー、高くて空中で競り合えるみたいなリーダーシップあってみたいな清水から入ってきた選手でただフィジカル的に広い範囲カバーしてみたいなでデュエル勝つみたいなだからあの遠藤渡るとか佐野回収とかあれ系の選手が町田のサッカーってより一層必要じゃんボール前飛ばして回収してとか。 あの両サイドハーフがサイドにプレス行ってツートップが縦にずれた時にボランチは前に出ていかなきゃいけなくてってボランチのツーボランチの回収というかそのカバー範囲が広く求められるから。ってなった時にどうしてもねテクニック系のボランチが多くて広いスペース釣り出される時とかシンプルデュエルとかそういうとこを求められた時に大変だなみたいな。なんでここの中山が来ることによって センターバックいないときはセンターバックなんだけどもしセンターバック揃ってもボランチに1枚入れられるんだよねだこれがでかいねでサイドバックがこの間ヘンリー君出てなかったけど鈴木があんまり調子よくなくてで林は両利きなんですよでもここが杉岡と中山で左サイドバック回すんだったら林右に回して誰かが出番少なくなるとかそうだからやっぱりね表示強いボランチで中山取れたっていうのはでかいと思うねで この X でさ年俸ランキングみたいなやつでさ町田めっちゃ金使いたしょみたいなこの町田に対してのやゆ的な意味でこれ広めてる人絶対多,多いと思うねああもう次何そのラフプレーの後は金ですかみたいなさもうイメージだけでやゆりたい人たちはいるじゃんでこれ言いたいのはこのねまず一つ言いたいのはサッカーって総合力というかサッカーって言っちゃえば対戦だからバトルじゃん戦なわけですよ 英語だと、だけど、そこが細かいことは、もう、ただ、なんていうの、そ,そこを上げ足取られそうだから潰すだけで、まあ、言っちゃえばサッカーを戦てと捉えた方がいいじゃん。相手が嫌がることをするとか。で、戦の基本って何かっていうと、戦う前に勝利を決めることなんですよ、孫子でも言うけど。戦って、一か八かの勝負やってるっちゃだめなの。もう、勝つことを整えた上で、政治的な行動、事後処理なんですよ、戦って。ってなると、まず、お金を集めて、 勝てるる戦力を揃えるこれがサッカーなのこれはピッチ上の、ね、緑の芝生の上で爽やかに走り合いボールを蹴りみたいなテクニックを見せみたいなそういうのを、ね、求めてる人には残酷な現実だけどただそういうのを、ね、求めてる人はこのチャンネルにこの長い時間生配信でいないだろうから普通喋りますけどね。ってなるといかに戦力を整えるかもうね1000人の軍団で俺ら強いっつってもね10万の軍来たら負けるじゃんそりゃ。 この10万を作る、つまり11対11のサッカーだけど、同じ11人同士でも戦力が強く,する、えー、強くなるチームっていうのを作るのが大事だから。ってなると、まずこのお金をチームに注ぎ込める、藤田さん含め、この,あのサイバーエージェントとか、そういうね。 グループ全体の強さよね。ここに予算を避けるように株主とかも説得できる藤田さんの強さがまずそれ。で、もう一つは、お金を揃えたとしても、人をマネージメントしたり采配が悪いと勝てないチームってたくさんあるじゃん。これはもう名前出すなはみんなで勝手にやってね。別にそこをやゆりたいわけじゃなくて、それで勝てないっていうのを断りとして伝えたいだけだから。それは歴史が証明してるじゃん。お金集めても、ちゃんとチーム運営しないと勝てないっていうのは。なんでそういう点でも、ちゃんと今結果出してるのはすごいじゃん。で、 最後にこれ言いたかったんだけど、ゼルビアのさ、年俸ランキングで、1位、エリキ4億、で、2位中山3億、相馬2億、デューク2億、ナサンフ1億、ナサン0 0 0万、正直言1億、1000万、ドロシェビッチ1億みたいな、この1位のエリキが今、控えなのよ。これがすごい。普通、4億使ってるエースだったら、出さすじゃん、試合。 そういうフロントガらの圧みたいなありますよ。だって J3 の全然予算ないチームで名前言えないけど、そこの監督やってた人が誰使えって言われてきつかったみたいな話俺聞いてるから、J3 のそんなしょぼしょぼチームのオーナーとか社長とかそういう人たちですら言ってくんだよ。大した金も出してないのに。なのに、4億使ってる選手を使わなくても、そこの監督だったりそのチームをサポートするお金を出せるのが藤田さんですよ。この強さね。これが強いチームの条件なの。 シティもアグエロが最高年俸をもらってても、あ、言うこと聞かねえな、プレス緩いな、ちゃんとオフザボールやんないな、でジェズスになったのよ。それはもうペップを信頼してるから。ラカゼットとかオバメアンとかエジルいてもそれ外して坂を使うんでアルテタは。なんでかっていうと、クロエンケがアルテタを信用してるから。だからこの信頼関係、社長とかオーナーとかその権力を持ってる人、権利を持ってる人、ね。 その人と現場の責任者現場監督のここの一枚違和感これが強い理由なのよで今の町田のサッカーでいうと長いボールでオセフンとかが落としたり浮上が収めたりして全体を押し上げるっていうのが基本パターン、まあ、右サイドバックにヘンリー君使ったら高い位置取らしてあのロングボールやってとかあの相手がかけてこなかったらサイドバック使って横回して相手釣り出してボランチにつけたりとか相手のサイドバック釣り出したグラとかもあるけど基本は。 一番ベタなのはトップに当てて落とすみたいなとかであとはそこから落としたとかサイドからクロス上げるときに基本ファーのクロスのエリアこれもね今度のド,ドキュメンタリーで町田の取材したときにおせふんにインタビューさせてもらったんですよで内容は言えないですけど皆さん見てほしいおせふんにしたおすインタビューのおせふんの回答あれが相当秘密守りながら僕のちょっとえぐめの質問に答えてくれてるんですけどそこに出てるから。 あの、そうは言ってない。おせふんはそう言ってないし、黒田さんとかも言わないでほしいかもしれないけど、まあ、そこは僕利害関係ないんで、絶対に町田はここ狙わせてるんです、クロスで。絶対ここ狙わせてるの。で、それが、おせふんは言ってないし、そういうの秘密を守ってんだけど、そのインタビューの節々から垣間見える、それあるから、ちょっとすげえ楽しみにしてて、町田ドキュメンタリーみんな。逃がさないぞってしてる、俺。<laughs> ニコニコしながら。絶対クロスでここ狙ってこうしてるみたいな、あるから。 で、それに対して相手チームも対応してんのよ、今、J リーグで。で、そっから先で、ああ、こうしてほしいなとか、俺の中であったりするんだけど、それをやるメリデメリットとか、黒田さんの哲学とも違うとかあるから、それは当然言わないですけどね。僕もそんな、なんか、切相ない大人じゃないし。ただ、まあ、そういう風に、町田の今のサッカーでは、おセフンと藤尾の存在ってめちゃくちゃ重要だし、その2人を外してまで使うほど、エリキのパフォーマンス良くない。で本当に、その、誰だろうな、海外とかで言うと。 ゼフ調のエンバペと、絶好調のジルーとコロムアニとか、ジルーとテュラムみたいな。ってなった時に、絶好調のジルーとコロムアニで、両サイドからクロス上げてる方がフランス代表点入るでしょだけど、普通、エンバペトップン使うじゃん。これわかるよね。こうなった時に、ちゃんとエンバペを外す権利をもらってるのが黒田さんで、エンバペ外しててもチームを勝たせるのはこの人だって言ってお金つぎ込んでるのが、 藤田さん,なんだ,よだからこの町田の年俸の一覧のところで金使ってるのがすごいんじゃない本当にすごいのは金を使って一番投資してる選手がパフォーマンス良くないとか今の戦い方上最適解にならない時に外せる組織としての強さこれなんですよね。なんでこれがねちょっと、まあ、中山の話からチーム全体の話に移行したけど伝えたかったところですね。 私、レオザフットボールが監督を務めるシュアボ東京では、毎週水曜、金曜、19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊。シュアボ東京で25万人以上に見られながら、報酬をもらって本気でサッカーしませんか多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リーガー出を目指す僕らとしては、ステップアップも大歓迎です。概要欄の URL からのご応募、お待ちしております。